狂言寺の墓所万年山墓所の墓所、八須賀一志博士は、江戸時代末期の大名。阿波国徳島藩十三代藩主。十一代将軍、徳川家成の二十二男で、十二代将軍、徳川家吉の異母帝。十三代将軍、徳川家定は老いに当たるが、わずか三歳年下である。父の家成より変岐を賜って、蔡広士と名乗る。五は、翼人 立花堂。文政4年9月19日生まれ。文政10年うるう6月3日、徳島藩十二代藩主、八塚成将の養子となる。蔡広氏の父、家成は、夫政将軍と日に暮られるほどの子だくさんで、成長した男児は、嫡男の家吉を除いて、ことごとく他藩に養子に出された。徳川将軍家の子だけあって、養子先の多くは、審判の大半だったが、 やがてそれだけではまかないきれなくなる。最終的には商藩にも実質的な持参金手形付き、つまり、収法時に大幅過増があることを内諾の上で養子に出す、ありさまとなった。こうした中で、蔡広氏は、戸様大名の徳島藩主、八塚成将の養紙氏に出された。徳島藩は、あ波、淡路両国を治める大半で、表高25万7千国は、 国高として申し分なかったが、戸様であることに変わりはない。天保14年、家徳を継いで藩主となった。この頃、徳島藩では財政が悪化し、旧した前藩主、蔡正は百姓に重税を強いることで解決しようと、したが、これに百姓が猛反発して、天保12年12月4日、一揆を起こした。この時、蔡正は、 一騎の首謀者の一人を処罰せず許すという態度で、藩主にはもはや百姓を抑える力さえも欠如仕掛けていた。そのような中で藩主となった蔡博氏は藩政。まず、藩主の治療を三割削減し、領内の特産品である占領と愛を扱う大商人に献金を求めた。さらに、藩の軍政をイギリス式に改め、解剖に力を注いだ。 淡路島の岩屋やゆ良に砲台を建築するなど、解剖においては、多くの功績を挙げている。このため、幕末の動乱期に、西広氏は、幕府が新たに設置した役職である、海軍総裁、陸軍総裁に兼務任命されている。しかしこのための出費が凄まじく、短期間で、海軍総裁、陸軍総裁は廃止されたが、徳島藩の財政は、破綻寸前になった。 西広氏は徳川将軍家の一族であったが、幕末の幕政とはある程度の距離を置いていた。海軍総裁、陸軍総裁に任命されたが短期間で廃止になったのも、西広氏が幕府とあまり関わり合いたくなかったからだとも言われている。西広氏は幕末期、後部合体を目指して京都などに家臣を積極的に送り込んでいる。しかし、 相本城代の稲田氏をはじめとする家診断の多くから、後部合体に対して批判的な意見が多く、反論を統一することができなかった。幕末において、徳島藩が名を残すことができなかったのも、反論統一がなされなかったためと言われている。重要文化財、資本牧書波国板の軍伝神里演技二年古跡残刊は、蔡広氏の時代に、蜂須賀家が、京都で入手したと伝わる。 晩年の慶応3年11月には、江戸相撲の本場所、千和が、学兵衛門と、国、宮山半五郎戦の勝負結果をめぐって、千和が、学や、鬼面山野五郎、小柳常吉など、自身の、おかえ力士をボイコットとさせるという大事件を起こした。慶応4年に1月3日、帰徳に陥り、1月6日、48歳で急死し、後を、次男の持焼きが継いだ。 勤能にして、砂漠、開国派にして、上位論者の立場の曖昧さが、蔡広氏を、ご内打つと記されるような精神状況に追い込み、英明であるがゆえに、精神的な鬱石を酒で紛らわせ、結果的にアルコール中毒症を患った。大名の臨終が細かく記録されている、徳川将軍家出身ながら、解剖や、軍政改革など、軍事面においては優秀な功績を残しており、 それなりの実行力を持った藩主であった。そのため、蔡広氏が亡くなった時、幕府側の多くの人物が、その死を惜しんだと言われている。現在に残る蔡広氏の肖像画として、明治3年の最小13回期、蔡広氏3回期法要に際して、高野山に収めるべく森住官御が描いた、八塚成章、蔡広氏画像や、徳島範囲で蔡広氏の死も見取った、関関西が 明治35年徳島を離れ、北海道に渡る際に、中山勝明に描かせた肖像がある。ありがとうございます。